こんにちは、さおりです。今日は、ポンドドルのをちょっと見ていこうと思います。これが月足ですが、このように今ここで上下降パーフェクトオーダーができて、そして MACD ではこのゼロラインを、ちょうど超えてきているところです。で、週足になりますが、このように大きな下降がずっと続いていて、こちらで戻りがあったので、このままこれでこう上昇にいよいよ向かうのかなと思っていたんですが、このようにびっくりですけども、ここの直近安値を超えてしまってしまいました。はい、ですので、ここで多分損切りにあった人たち、買いで入ってて損切りにあってた人たちが多いんじゃないかなと思います。そしてですので、ここをもう超えてしまったので、多分次はこのここの緑のライン 1.45181、 この辺りをとりあえずは目指すんじゃないかなと思います。その前にここの赤いラインがありますけども、ここは多分当たり前のようにもう行くでしょうし、ですので多分この辺りまで行くのかなと思います。そしてもしそれを抜けてし、これも抜けてしまった場合は、またこの辺とか 1.404110 この辺を目指すかもしれないですね。っていうのは、これで行くとこの辺とかこの辺ですね。はい、で、日足にしてみると、ボリンジャーバンドはまだ綺麗、まだエクスパンションがしている途中ですね。そして下降トレンドいってます。で、ここダイバージェンシーがちょっとこう出かけている感じですね。でも、ダイバージェンシーが出ているからといって、これを鵜呑みにすぐに信じるのは良くないなと最近思います。そして4時間足で見ると、4時間足でもまだこのようにボリンジャーバンド、今エクスパンションが始まっていますので、もうちょっとやっぱり下がるんじゃないかなと思いますね。そして4時間足では、ここでも同じように MACD もロウソク足も同じように下を向いているので、4時間足ではダイバージェンシーは今出ていません。ですので、やはりこのまま下がっていくんじゃないかなと思います。ですので、次のそうですね、戻ってきた、多分この辺まで戻ってくるのかな。そしてこの戻りを待って、ここから入って、そしてとりあえずこの緑のライン、この辺りを目指していく感じですね。はい、と、簡単ですけども、ポンドドルのは多分簡単に売りで入っていけばいいんじゃないかなと思います。はい、以上です。